それゆけ学校調査隊。この番組では市内の小学校にお邪魔して元気に学校生活を送る児童たちの姿を紹介します。かけがえのない6年間、みんなどんなことを学んで何を考えているの？休み時間は何をして遊んでいるのかな？小学生を大調査していきますよ。皆さんこんにちは。大岡小学校児童会長の麻生純一です。今回は我らが大岡小学校、それではそれゆけ学校調査隊、始まり始まり。大岡小学校の学校目標は豊かに感じたくましく生き抜く大岡の子どもです。学校は標高およそ841メートルの場所にあります。空気がきれいで山々の景色に日々癒されています。全校児童8人、学年の枠を超えて仲良く元気に学校に通っています。今日はこれからどこへ行くんですか？大根の畑です。これから何をするんですか？畝立てと種まきです。そうなんだね。8月、大根の種まき作業のため畑に向かいます。畑に到着。去年は6001本ぐらいしか取れなかったので、今年は1000本取りたいし、他にもあと、今年3年目なので、それまでの知識を生かして大根を育てたいです。地域の人たちと長野市野の依頼音図クラブの皆さんが、僕たちの活動を見守ってくださっています。よろしくお願いします。はい、それではね、皆さん頑張ってください。私も1000本目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。大岡小学校の伝統大根プロジェクトが今年もスタートしました。栽培から販売までを学ぶ農業体験です。まずは畝作りから。クワを使って土を耕します。クワって結構重いんですよね。正直疲れます。クワが重いし、疲れた。大変ですね。でも、みんな完成させるまでは諦めません。目標は1000本。おいしい大根を育てるために頑張ります。そのわけは農作物を通して感じる喜びを知っているからです。今収穫した時に達成感があるし、あと他にも販売して、もうお客さんが喜んでくれたら嬉しいし。これが大根の種です。サンタロウという品種を育てます。ボランティアさんにコツを教えてもらいながら、一粒一粒丁寧に巻きました。全校児童8人、
そのうち6人は都市部などからやってきた山村留学生です。家族の元を離れ自然豊かな大岡で農村の暮らしを体験しながら生活しています。5年生です。大岡地区出身です。6年です、埼玉県春日部市出身です。5年生です。神奈川県出身です。1年生です。大岡地区出身です。3年生です。長野市出身です。4年生です。東京都出身です。6年生です。福島県出身です。6年生です。愛知県名古屋市出身です。涼しくて、運動とかしやすいです。自然でいっぱい遊べたり涼しいし、そういうところがいいかなと。ここに体験で来た時とかすごい楽しそうだと思って、それで面接とか受けて受かってきた。虫が邪魔ですね。虫が邪魔。あれどこから来たって言ったっけ。愛知です。愛知。かまど馬とか出た時はギャーってなります。戻ってきた戻ってきた戻ってきた。なんかのこいつのマジで。山の虫にはまだちょっとだけ慣れません。これぞ邪魔。ちょっと良くないっす。終わった。美味しい大根に育ちますように。6年生です。いただきます。大岡小学校の給食は校内にある調理場で作られています。栄養バランスが考えられた美味しいメニューは毎日出来たて。とっても幸せです。この日はツナマヨトースト、白菜とポテトのスープ、糸寒天サラダ、そして牛乳です。いただきます。いただきます。調理場に隣接した食堂で先生たちと一緒にいただきます。いただきます。カリカリでマヨネーズとツナがあってね、とっても美味しいです。ラーメン、醤油ラーメンとかいろんなラーメン。お汁好きなの。お汁にどんな味が入ってると嬉しいですか。野菜とか、あったかかったり、ちゃんと美味しく作ってくれてるので感謝です。大根の種まきから2ヶ月が経ち、いよいよ収穫の時を迎えました。大きい大根もいっぱいあるだろうし、去年よりいっぱい大根が抜けてほしいなって感じです。大きい大根が育っててほしいです。大根がどんぐらい大きくなってるか、あとみんなに買ってもらいたい。何度も畑に足を運び、雑草取りや追肥などの作業も頑張ってきました。さあ、成長した大根に会いに行くぞ。青々
とした葉っぱが畑一面に。葉っぱの下を覗いてみると大きくて立派な大根がたくさん育っていました。僕たちの育てた大根だよ。でかくなったね。めちゃくちゃでかくなってますね。よかったね。はい、頑張れ頑張れ。あ、抜けた。でかでか、頑張れ。抜けた。あ、抜けた。やったぜ。去年よりも大きいぞ。ちょうどいいサイズで、よかった。やったー。よし。あー、どこしよう。目標の1000本達成です。サポートしてくださったボランティアの皆さん、ありがとうございました。取れたての大根、いただきます。すごく甘くて美味しいです。え、どうですか。美味しい。甘くて美味しい。シャキシャキしていて美味しかったです。なんかみずみずしくて、なんかちょっと辛かったけど、まあ美味しかったです。ちっちゃいのも開けよ。ちっちゃいのうまい。ちっちゃいのうまい。はい、おっきいの。はい、おっきいの。販売の準備完了。開店します。一本100円です。大勢の地域の方々が僕たちの育てた大根を買いに来てくださいました。いらっしゃいませ、はい。ありがとうございました。美味しそうって言ってくれて嬉しかったです。地域の人たちのおかげでずっと大根プロジェクトが続けられているので、すごく感謝してます。一生懸命子どもたちがね、種まいて収穫して洗ってまでくれて、100円は安い。1年経つと、来た時と1年ごとがだいぶ違うからね。成長してます。こういうふうに大根プロジェクトができるっていうのもあるし、まあ、自然の中でいろいろできるっていうのがいいかなと思います。地元では、まあ、そんなにやんないけど、こっちでたくさんやるから、まあ、いい経験だなって思う。いやー、あの息の合う仲間いっぱいいるので楽しいです。他の地域から来た人たちと遊ぶのも楽しいし、なんか変わるわけではないので、まあなんかいいです。自然の素晴らしさ、農業の喜びや苦労、そして地域の人々との温かな触れ合い、僕たちにとってこの大岡地区は心のふるさとです。大岡小学校の様子をお送りしました。いかがでしたか。声の出演は阿蘇11でした。次回は信里小学校を大調査です。